こんばんはー。お。みんなこんばんはー。<laughs> こんばんはー。やい。みんなお疲れ様でーす。今日何曜日。 水曜日。久しぶりー。一応何曜日だ。な <laughs> んて、水曜日かな。木曜日か。<laughs> 木曜日だった。木曜日です。ロッテ勝ってる嘘、やった。嬉しい。もうちょっとさ、上でもいいよね。 今日は早起きをしましてですね、頑張りました。ビアビカ。で,で今日はお仕事してきました。なので髪の毛がサラサラです。やっぱ自分でやるとさ。 やっぱヘアメイクさんってすごいなって思います卵好きだよ愛ちゃんの声聞きたかったイエーイやったー揺れてるああいうの好みですほんと もうめっちゃナチュラル今日受験ですありがとうオーバブリックさんありがとうあっちゃんの次にお締め <laughs> すごくないそれありがとうぎゅんですそうですねいっぱいお話ししたいことあってやっぱりねただいま恋、ね、愛中公演もそうだしあとは歌番組とか あと初披露から私初めてかなそう個別撮影会もあったしなんかいろいろやりたいやりたいことねっ個別撮影会の後は一回やったかでもねただれんですただいま恋愛中公演話したいことがたくさんあります 久しぶりのショールーム。<laughs> ありがとう。akb ービフォーティってきました。ありがとうになっちゃう。ありがとうございます。mv 撮影の裏側、おお、確かにいいですね。あとは、あのインスタグラムで、こうやって質問させ、質問を募集させていただいて。それにどんどん答えていったりとか。そう。 やっってていいこうかなって思います今日は9時半まで21時半そうでした大西もかさんとペアで MV 撮影したんですけどもう本当に楽しかったよえ今ファミのためにいちゃんのふ風船じゃない <laughs> うちは作ってるありがとう こんばんは。はい、質問にも答えていきたいと思います。ありがとう、ひろあきさん。マ、ま、ー、あ、くん、ありがとう。ひろあきさん、マ、ま、ー、あ、くん、にーしゃん。ね、あの、衣装が白と水色ですごくなんかこう、爽やかだし、なんかやっぱり沖縄の、沖縄もさ、ほら、 言っちゃいけなかったから <laughs> すごい話したかったんですけど沖縄初めて私行ってすごい海が綺麗でしたもう,う青空があったと思うんですけど本当は曇りだったっていうりんんんんんありがとう愛ちゃんこんばんはこんばばんははそう本当は曇ってました雨も降ってたし。 早く公園見に行きたい見に来てくださいあんまりないかもしれないですけどね。ミリ,リシャありがとう謎のアリスありがとうマークありがとうそうあとはやっぱりなんだろう衣装 衣装もそうだけどあの私服衣装の方もなんか赤と白で意識してなかったんですけど今のペンライト赤と白って決めたじゃないですかそれの色で私はすごくなんか後々もうその着た時もすごく可愛くてお気に入りだったんですけどはい後々からも好きになっちゃいました好きになっちゃった ユキタンレムから来ましたそうなんか時間別にずらし意図的にずらしたわけじゃなくて多分ゆきたんはずらしてくれたと思うんだけど6時から8時20時、ま、18時か二20時までがゆきたんで20時から21時半が私で21時半から10時が22時があれですえりこでその後みずみんがやるっていうなんかちょっと十七期の <laughs>。 絆がもう見えてきた感じがしますけどなんかどん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 このイベントを通して十七期研究生と皆さんの絆を深めていきたいなって思いますありがとうありがとうゆきたーむから来た皆さんこんにちはこんばんはえよっちゃいか食べてたいいなーちょっと今日食べすぎたからちょっと今日は自重です <laughs> ありがとう ねなんかリネー配信みたいな感じですごい私も楽しいですゆきたんの見てましたうん初見ですありがとうえりちゃんは21時半です多分公演見て改めて思うえありがとうございます <laughs> カメラインナさんありがとう随時報告お願いします <laughs> 60だってやばい わーちゃん初見ですありがとうじゃあ20時半くらいから質問返し始めようかないっぱい話したいことありますし皆さんにみんなも話したいことあったらどんどんコメントお願いします美馬選手がめっちゃ頑張ってるほんとですかみたいよ <laughs> 確かに エリちゃんルームには愛イちゃんの配信から来ましたって来てエリちゃん違うみずみんの配信にはエリちゃんルームから来ました <laughs> かわいいかわいすぎる連携が愛イちゃんのフェイントめちゃかちゃ感動したえー、もう反省点だらけだよ愛理ちゃん何時までやるの えーと21時半までやります何が面白かったえりちゃんのにんにくツイートめっちゃ面白かったよねあとさあのー、ニンニクのなんかリプライに「く臭いのはえりちゃんじゃなくてお部屋なんです」っていうのが面白かったあと「ドボン配信します」みたいな。 告知してて偉いなーって思って見てたんですけどそしたら普通になんか最初の文がお誘いみたいになっててあの <laughs> そんな <laughs> そんな可愛いことあると思って私ちょっと忙しくてできなかったんですけどドボンやりますね今度 <laughs> ちょっと私もお誘いってやってドボン配信しようかなドボンのお誘いこんばんは お誘い本当によかったよね私もえー、乗っちゃおうかなーって思ったけどできなかった <laughs> 17期みんな研究生でねなんか会えてない日とかがあると即攻に絡みに行くしさお誘い待っててくださいドボンのお誘いあのー なんだっけ、水ず水島美優ちゃんの。あの <laughs>、絡みが好きです、私。なんか、面倒くさい彼女みたいで、私は好きですよ。な <laughs> っちゃん、腹筋嬉しかった、ラインしました。今日は、そう、おはようツイートできなかったんで、ちょっと早くて。 寝ちゃいました電車で寝ちゃって今日寝過ごすかと思って本当にあやばいと思って起きたら1個前の駅でちょっと気まずかった降りようと思ってすごい急いで「はっ!」て起きて出ようと思ったけどん「ん近くない?」って思って思いとど,どまった「私は偉い」「偉い!」 かまってちゃんが好きなのかも。えでもなんだろう私かまっ私結構あの甘えるタイプだけどなんか外であんまり甘えないタイプなのでなんか「かまってちゃん」っていうかこうやって外でもなんか来てくれたりとかするのはが 接しやすいし可愛い,いなって思いますマー君ありがとうミシーさんありがとうこんばんはありがとうございます私ライチューションめっちゃおもろいよね 愛ちゃんの甘えたところショールームで見やだね絶対にやだねフォローしましたありがとう和也さんくんありがとうえっ今日同じ髪型だありがとう嬉しいなんかさ髪の毛がさなんか少なくなった気がする量がほられしかない <laughs> 一人大中小やって <laughs> 無理絶対無理やだ嫌ですあれでファミにやってもやってもらいましょう佐藤愛理さんと昌井真優さんに <laughs> めっちゃ楽しみですファミーだってさ会えるんですよ やっぱりさこうやってオンライン話し会もすごく私好きなんだけど握手会とか今ないからリアルで会える機会ってすごく大切にしたいなって思っててねあ結局出遅れたごめん許さない四国に前に来て行きたい行きたい四国行きたいです九州とかも。 たこ焼きとお好み焼き？ええー、どっちかな。でも熱い。たこ焼き熱いから、あお好み焼きは熱いけど、うんどうしようかな。じゃあたこ焼き。うん。 そう、のんちゃんファミンでよかったねあいちゃんに説教されたい悪いことしないと説教 <laughs> 説教勝手にしだしたら怖い人ですよあいちゃんのたこ焼きおいくらうん。みんなが決めてください、うん、こっちの方が上手に作れる なんか私のお友達がたこ焼きたこ,やたこ焼き器でお肉をじゃご飯をお肉で巻いてなんか肉巻きおにぎりみたいなのを作っててなんか多分今流行ってるのかなわかんないけど <laughs> 本当に流行りになれないからわかんないけどそうやってたのでちょっとそれ試してみたいっていうか私あんまり料理作らないから。 それで料理作ってみようかなって。五十巻と完了、ありがとう、マんくん。お詫びにハート。ありがとうございます。そうそう、小籠包。とかも作ってる人結構い,いますよね。こんばんは。こんばんはん。な <laughs> にこれ。麦。 お米あ待って待ってお月見お月見ですね頑張ってくださいありがとうございますえ謎の魚気になるね見てここにキイちゃんいるのわかりますか <laughs> ちょっとこれは後々どこかの媒体できっとわかるので今は触れないんですけどここに <laughs> 紛れてるのアップで見たいそれは今度今度で <laughs> フォローしましたありがとうどこかでわかります多分わかんなかったら 私が。<laughs> メールで載せます <laughs>。気になるっていうことで終わりにしておきますね。うん。高木さん、マークありがとう。ありがとう。匂わせですね。お疲れ様です。こんばんは。 なんか揺れてないそうだそうだ姉妹でさ初めてお仕事させていただいたんです EX 大衆さんであの姉妹で雑誌グラビアというか雑誌に乗れることができて嬉しいですこまひゃん元気今ね勉強机のねライトに照らされてる。 楽しみ。ありがとう。来月号だと思います。うん。てか来月はさ、コンサートもあるしさ。ね楽しみですね。俺のクマシャン俺のクマシャン俺のクマシャン、ャンあちらでございます。<laughs> 日光浴かな <laughs> キーちゃんまだ公演中じゃないの多分パンダ先輩も元気ですパンダ先輩はちょっと棚が2個上にいらっしゃいますコンサート3日間もあるね私初めてのコンサート嬉しいな撮影会ね あの絶対そうショールームで言ってたじゃないですかクマちゃん連れてくってだから忘れないように前の日前日からッ <laughs> リュックに入れてました「ルハンドミュージック」から「ありがとうございます嬉しい」タ人とも今日はちょっと光に照らされて。 ののぬいぐるみに熊ちゃんの出演予定あのさあのアイリスの皆さん分かったかもしれないんですけど私熊のぬいぐるみの熊ちゃんは一回も触れないんですねとと,とても悲しいんですけどどうしたらいいかな悲しいよ <laughs> めっちゃ悲しかった ギュってできると思ってたのにできなくて悲しいですコメント気づいてねもちろんだよ投げてるやつ強引にキャッチしようあれですかダイビングキャッチみたいな <laughs> 自分の公演終わりにそうなの触るしかないからあのお片付けとかの時にちょっと触ろ触ってそのまま片付けようかなみたいな <laughs> くまちゃん持ち込もうかな。持ち込んで、一人でこうやってやって。<laughs> 客席の方に、バーで投げようかな、クマちゃん <laughs>。こんばんは。え、なに、くまちゃん、のどかちゃん、ありがとう。え、ね、ね、待って待って、くまちゃんがた、た、竹に詰まってるけど。アメフトみたい <laughs>。ラグビーとか、アメフトみたいな。 最初からクマシンを抱えて出るあ,りですあとさなんかリュックとかあるじゃんクマのかそれとかしょってもうさ行こうかなクマは持ち込みかだったはず <laughs> それはそお <laughs> はようじゃないこんばんは <laughs> タムタムさんまーくんありがとうありがとうありがとうございますハートもで こう出ししたらいじってあげるわなんでやねありがとう初見ですありがとうございますマリンつないた見ながらこんばんはです実況お願いしますマサ <laughs> さ,さんありがとう仕事終わって病で見に来たありがとうお疲れ様です 木曜日だあとあともうちょっとで週末です。本物のクマが好きえリアルクマシャン出たの嘘。リアルクマシャンはさ、会ったことないんだよ私。リアルでね。あの動物園とかじゃなくて、会ってたらまあ怖いんだけど。キーさんはあれじゃないまだ公園じゃないあれ公園今日あるよね。 キアラさんまだお外だと思います。お名前呼んでください。ふみちゃんさん。ありがとう。しまい押し <laughs> やった。あったらやばいよね。そうですよね。今生誕祭中ですよね。ありがとう星たまってるありがとう。公演中です。下尾美優さんの生誕祭です。 あの先端祭の公園に出てます。え、二塁打で八対ゼロ。最近キャプテン仕事しすぎですよね。ある、の、日、ー、森のなか。あ、きゅうちゃん、ありがとう。 沖縄の撮影楽しかったんですけど修学旅行であの沖縄行くはずだったのが行けなくなっちゃってなんかそれで予定していたアメリカンビレッジとかがその沖縄の有名なところとかに行けたのでとっても嬉しかった。けど観光はできなかったです。 姉妹の雑誌は ex 大衆さんです。ありがとう。たあさん、なんかたくさんありがとう。<laughs> ありがとう。ありがとう。そうですね。ゆいりさんとお話できました。あと、まだ出し出してないかな。わかんないけど <laughs>。あの mv 撮影の時にゆいりさんと。月さんに挟んでもらって <laughs>。 お写真を撮ったんですけどそれをあれです今出してないまだ <laughs> そう最近聞いたかもにちょっとだけ出てるので見てくださいえその写真さあれじゃないあのラフ「ラハンドミュージックの時の衣装じゃなくて MV 撮影の時の衣装私のホーム画面にいます <laughs> なんかカスタムできて何個かそれが宝物です私のちょっとお水取ってきていいですか喉乾いた はないまハーフツインラ <laughs> ベル剥がした <laughs> バレた。ちょっと万が一のことがあっちゃいけないのでね <laughs> 外しました <laughs>。最近聞いたかも。 ね出たいですね出てみたいああいうなんかロケちゃんとしたロケとかに出てみたい「l ファン and m u s i のトークでめっちゃいい位置でした本当に本当にびっくりしましたびっくりしたけど よかったです。あの。もう。終わってひとまず安心した。すごい緊張してました <laughs>。でも、なんか、トークになった瞬間にも楽しくなっちゃって。ね。大丈夫だった。最近聞いたかも。そうですね。でも、やっぱり。衣装とかも。 毎回違ったりとかして、やっぱり A.K.B. フォーティエイの衣装全部可愛いので着たい着てみたいし、なんか美味しいものを食べて <laughs> いいなって思いますロケとか。虫集めのため席を外します。ありがとうございます。すごいもう本当尊敬する方々ばっかりで。 あの見取り図さんとあとチョコレートプラネットさんがこうスタンバイしてる時にこう何て言うんですかコントというか漫才というかやってたんですけどもうそれが <laughs> 本当に面白すぎてもう顔が「ああ熱い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 本当に熱かった」。 <laughs> もう私お笑い大好きなのでほとんどあれあの有名な人ばっかりだったので多分皆さんも知ってたと思うんですけどなんか YouTube とかね見てたりとかして <laughs> なんかこうテレビもう私のここからもうテレビみたいな360度テレビみたいな感じの勢いでしたねほとんど。 ありがとうみんなえ私ツボ浅いよ本当に「浅いなんかみんなに愛ちゃんってなんかウ <laughs> て笑ってそう」って言われるんだけどめっちゃゲラなので大爆笑しますおっきな口を開けてこうやって笑,笑いますあでも30分になりました質問返しをゆっくりゆっくりしていきたいかなって思います まず最初ゲームとか何かやってるゲーム私あんまりやらないんですけど DS ゲームとかなんか携帯ゲームとかだとあの農場 <laughs> 牛を育てたりとかするのがもうなんかちっちゃい頃からこう DS ゲームでやっててそれを携帯でもやってるって感じですなんか違う 媒体でではあるるんんすけどやってるものは一緒なんか動物系が好きですやっぱりまたは動物の森 <laughs> 動物の森は生きる糧ですでもスイッチじゃなくて 3DS ほてちゃんと一緒 3DS やって今欲しいものはたまごっちのた,スマたまごっちスマートあの腕だけみたいにこう,こうやってつけられるたまごっち あっそうそれ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 牧場物語とかめっちゃ好きでしたドボンやってます寄ってるんですけどなんか時間あのね決まってたりするからできなかったりするんですけど今度やりますって言ったら皆さんや一緒にやってくれたら嬉しいですたまごっち古くない あの新しいやつがあってそれがもうかわいんです可愛いのです結構サンリオさんとコラボしてたりもしますあの欲しいマイメロなのかとお話し会は今もうできないかなでも多分また再販あるのでもし気になってくださったらよろしくお願いしますなんか噂によると 10月21日10ん分かんないけどいつかの日はなんかありがたいことに完売分かんないどうやってみるんでしょうああいうのは分かんないけど結構10月ハロウィンあたりはもうないのかな嬉しいまた再販あるのでよろしくお願いしますえね みんな完売でどうやって見てるんですか。<laughs> 本当にわかんなくて。あの。お礼をしたいのに。なんかわかんないから。言えない。マリカーしたい。めっちゃわかる。やっぱマリカーしかかったんですよね。よろしく。再販で愛理ちゃん取るね。ありがとう。 待ってます全力待機あそうなんだそうですイベントの時でもなんかイベントじゃない日も私服結構系統を変えていこうかなって思ってるのでへ楽しみにしててくださいみんなイベントじゃない時も私の私服を見に来てください たくさん話ししましょうあー確かに落選したみたいなあーなるほどあと最近野球の試合見に行った最近は行ってはないんですけど甲子園はずっとテレビで見てて会場に行ったのはやっぱり本当に佐々木朗希選手の完全試合 最後ですね。多分まだ再販あるので。え、やったー、ありがとう。あの、再販の期間になったら、またツイッターとかで。お知らせします。忘れなかったさ。<laughs> 完全試合見ました。生、ま、で。全員家族全員、愛いしゃん、ありがとう。あいちゃん。 ワン,ワン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 聞こえるごめんなさい降りちゃうよそうなんかいろんな人に愛称自慢できるねってすごい言ってもらえるんです不死終しましたありがとうございますねえ嬉しい嬉しい そうすごい自慢していいんだよって言われどうやったら会えますか会いたいです一目惚れしましたうんありがとう会えますかえっやっぱり劇場公演かオンラインお話し会とかあとなんだろうね会えるのってイベントもう夏フェスとか終わっちゃったからあれかもしれないんですけど 年末とかになったら、また多くなるかなって思うので、ぜひぜひ会いに来てください。愛ちゃんの今行きたい場所は。ああ、どこかな。みんなはどこに行きたいですか。私ちょっと考えるから、みんなもちょっと考えといて。今行きたい場所。うーん、どこだろうな。 なんかね県としては北海道とかにも行ってみたいんですけど私最近九州とか四国とかあっちの方にも行ってみたくてなんか関西ってやっぱり京都とか大阪とかがあるから結構中心的な感じじゃないですかでもなんか九州とか四国ってなかなか行けないので行きたい行きたいです 佐藤家 <laughs>、佐藤家きますか？今ママ泣いてます。可愛い可愛いあいりちゃんが言ったから沖縄、可愛すぎるありがとう。私も沖縄もう一回ちゃんと行きたいです。観光したい。あとはなんかあここで緊張してたなとかあここで写真撮ったなとかっていうのを。 何年か経った後になんかやりたいですね <laughs> 振り返り <laughs> はい次同い年受験生です応援してください頑張ろうここが正念場だよここが終われば大学生活とか待ってると思うので頑張りましょう一緒に頑張ろうねお姉ちゃんんのどんなとこが好きですかえ私すごいいつも言ってると思うんだけど優しいところ えと私のことを甘やかしてくれるでしょあとは私のこうやっぱり甘えちゃうところとかも多いのであそこをべて包み込んでくれるところと <laughs> あとはお料理とかもできるしキャルちゃんは。 後回しにすすることが多いんですけどそれを私が言ってちょっと「うん」ってなったりするけどちゃんとやってくれるところも好きだしあとはなんかこうやってお部屋とかも結構コーディネートするのが好きなのであの私じゃなくて結構お姉ちゃんがやってくれててそれもなんか価値観っていうか趣味が合うからあのすごく好きです私きゃらちゃんのセンスが。 全部が好きありがとうねんぱさんケイセッティンさんありがとうお水飲みますあいりちゃんよく寝るらしいね違うんだよなんか睡眠時間が長いとかじゃなくてあれですどこでも寝ちゃうだけな、ね、たくさん寝てるわけじゃないんだよ きーちゃん公演頑張ってねーロッテファンですお洋服はキャラちゃんコーディネートしてくれることも多いしこれ似合うんじゃないって言ってもらったのを参考に私が買うことも多いキイちゃんとは何4歳差ありがとういっぱいありがとうのりさん徳島のひーくんまーくんありがとうありがとうございます 配信は二十一時半。なんか寝言,言言ってたらしいですね。なんか。なんか私、覚えてなくて全然。はいって言って、手をキラキラしてたらしいんですけど。<laughs> 全然覚えてないし。そんなことやってないもん。 って感じ AKB で好きな公演曲。 AKB で好きな公演曲たくさんあるんですけど <laughs> 質問ねたくさん来ててなんか前回が一番多かったんだけど「ショールームで返信します」って言ったのもすごい答えてくれて私嬉しい甘いもの好きですよ。公演曲やっぱりウィンブルドンと「天使の尻尾」はなんか好きだしやりたいなって思います。 あちゃん好きなキャラクターいますかえー、っと「プリキュア」の「コメコメ」と「ポムポム」あの三流キャラクターの「ポムポムプリン」「シナモン」は好き「天使の尻尾やりたーい」あと「公演曲」じゃないんですけど宮脇さくらさんの「彼女がやりたい」ってずっと言ってます <laughs> でもかっこいい曲もやりたくて私サムネイル公演 のあのコイントスめっちゃ好きです私じゃなくてあれはソララにやってほしくて <laughs> そうやってほしいなっていう願望なんか私じゃないんですよねああいうのやりたいけどあとはうーんかっこいい曲は結構だいぶやりたい なんかわいい曲ってやっぱりアイドルって感じがすると思うんですけどかっこいい曲もできるぞっていうところを見せていきたい涙の表面張力やりたいですああ右足めっちゃいいねでもねやっぱり例えばね愛中公演めっちゃ好きです私。 クララ上手い上手いという上手いし声がいいですめっちゃ好き。M V で一番仲良くなったのは山内瑞子さん <laughs>、月さんです。やった三千人だありがとう。あのず、ー、きさんはもう本当に加入前からずっと好きで。 ほぼなんていうんです押しとしてみちゃうんですよねまだ <laughs> やっぱり先輩になったっていうのが嬉しすぎて困っちゃうねれデれしてたよニヤニヤ収まらないもんかうんめっちゃ めっちゃ優しかったですし終始可愛かったですえ結構ズッキーさんとのエピ,しエピソード教えてってたくさん言われたのでたくさん話そうと思って来ましたレミたんのことレミたんって呼んでてびっくりしたきっかけきっかけは ネモハモールーマーのアンダーに2人ともこう選んでいただいたときに初めて話したんですけどなんかお互いに結構追われ追い込まれてて <laughs> その時あんまり話せなかったんですけどあのでもその時に「レミちゃんかレミたんとかでいいよ」って言ってくださって呼ぶようになって最近あのラフミュージック でままたたた一緒になって結構お話したりしまししりあと「カウントウン t v のポニーテールとシュシュの時もかわいすぎて私がずっと写真撮ってたんですけど <laughs> あのレミたんもあの写真撮ってくれたりとか2人で撮ったりしたので楽しい。 もう本当に高校1年生と思えないだってさ17期研究生のみんなみんなっていうかさ高一高校とエリちゃんだよ赤ちゃんだよ赤ちゃんと赤ちゃんですでレミたも赤ちゃんだけどやっぱすごく責任感も強いと思うしなんか一緒に もっと仲良くなりたいなって思います水見おいしなのですがご挨拶に行ってもいいでしょうか水ミと一緒にじゃあ水見合い語りましょう一緒に愛ちゃんの好きな女の子のタイプえー ちょっっと待って私もう本当に全部全もう女の子全部全員好きなんだよね <laughs> もうね好きお友達も大好きアイリーはーいめっちゃ好きなんですよなんかやっぱり外見とかで言うと私は髪の毛短い子も好きなんですけどあの本当に今のきいちゃんくらいの髪の毛の長さの子めっちゃ好き。 であのー、どれくらいかなあのゆいゆいさんとかも髪の毛がこれぐらいで今多分つけてらっしゃると思うんですけど好きですも長いロングも捨てがたいじゃないですかだって髪の毛が綺麗でサラサラで。 もうなんか振り向いたら「サラッ!」みたいなもう本当に千葉入さんみたいなもうあんなサラサラロングの髪の毛に私もなりたい可愛い,いです <laughs> だから AKB48 に入ってもうどこどこを見ても可愛いんですよ同期研究生の時のみんなを見ててもああかいってなるし先輩なんてもうもっともっと可愛いし 本当に可愛いですタイプとかないみんな全人類が好き私動物も人間も全人類好きなので <laughs> そうみんなすごくキラキラしてますよね愛ちゃんがしてみたいコスプレえ猫、ー、ちゃんとかうさあちゃんもしたいしあと魔女魔女っ っさんとかもやってみたいかなクマちゃんクマちゃんもいいよねでもクマちゃんちょっと冬とかにやりたいよねハロウィンのコスプレとか何にしようかなって決まってないのまだでもそう コスプレでも一日,日じゃさ来れない人もいるかなと思ってイベント近い日とかだったらその2425とかだったらまあコスプレ変えてもいいし同じにしてもいいんですけどみんなに見てもらいたいなって思ってます。 別の48グループの憧れの先輩とか仲よくなりたい人えー、私最上さんとお話できなくてなんかいっぱい撮りたい子が多くて遠慮遠慮じゃないけどあのタイミングつかめなくてお話できなかったのでお話ししてみたいです着てみたい衣装は。 リンガムチェックとかえっあとね私も良かったの待って思い出すから11月のアンクレットも好き元カレーですも着たいですあとは本当にラフミュージックで着させていただいた衣装「ハッシュタグ好きなんだ」の衣装かな あのもう来たくてずっとなんかすごい嬉しかったですあとサステナブルもかわいい最近やりたいことあるうん可愛いくなりたいですもっとメイクとかを勉強する時間を作って勉強したい えもうヒサリプの衣装はもう大優勝ですもうかわいい全部大優勝ですでも AKB48 の衣装どの曲も最高です <laughs> サステナブルやってみたいうん愛ちゃん食べに行くなら焼肉と寿司どっちですか お肉、焼肉や、焼肉や。明日体育なので、応援メッセージください <laughs>。体育、体育最近いのかな、一緒に頑張ろうね。リレーとか出るのかな。選曲のダンスで見てほしいところ。うん、やっぱり。もう、ここの。 リップグロスのところじゃないですかあのリップグロスをこうやって多分リップ口を触る振り付けだったりとかここ最初のサビ前のここがあると思うんですけどここを多分リップのグロスをこう塗ってる感じを表してるのでそこも見てほしいのとあとは2番なんですけど。 マスクを外してのところであの1番はここの目のところでやってるんですけど2番はマスクだから口元にやっててちょっとの差なんですけどあのー、見てほしいですなんかこだわりじゃないけど歌詞にすごい合ってるから見てください。 そそうなのそうななののすごくないここ私もすごい悲しい。ああそうなんだと思って <laughs> あとは1番と2番で結構振りが違うのかななんか若干違くてあの「偽装したフレーバーも覚えてる?」のところはこう一番はこうやってやってるんですけどこうやって口に入って「うん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 」ってすごい結構本当に歌詞に合ってるから。 細かいところまで見てください。次の。披露いつできるかわかんないけど、次の披露までに。ぜひ予習してください。<laughs> 楽しみです。やったー。十七期の中で彼女にするなら、即答で平田由紀。 平田駅平田駅雪姉と付き合いたいです私はでも17期のけん研究生みんなと付き合いたい一人一人あのやっぱりこう彼女にしたらこの,こ,こ,この子のここが可愛いだろうなっていうののところがすごいいっぱいあるからそうもう一つのなんか質問で17期一人一人いい子一人一人のいいところ 教えてって来てたからなんかそれを言おうかなって思ってるんだけど食べちゃうよほんと食べちゃうみんな可愛いから食べちゃうそららは私の嫁です嫁お嫁ですそららは私のものです誰にも渡さないダメだよそららっこの皆さん私がいるから マサイさんは私のお姉ちゃんんですマサイさんはノリノリがもう完璧完璧 <laughs> あとはま一、あ、人ずつ言っていくと大田ゆきちゃんからいこうかゆきたんはもう私がずっと「ゆきたんかわいいかわいい」かわいいってすごいやっててゆきたんはもう本当にお姉ちゃんぽく私のメイクを見てくれたりとか。 で私もなんかメイクでこここうしたいっていうのがあんまりないからでもできない自分がね好き好きじゃないというか負けず嫌いだからなんか拗ねてたりしたんだけど結局ゆきたんの可愛さに抗えずメイクを教えてもらいました <laughs> で。でそうコッコ小浜コネちゃんはなんかずっと。 私にちょっかり出してきたすするんですけどそこも可愛いしなんかダンスを教えたりとかするとなんかあ愛ちゃんの後ろでやるとか言って私の後ろで振りをこう見ながら練習したりとかしてるからなんかもうついてくるひよこちゃんみたいな感じで私の妹,妹って感じです。そうファンミーティングで私と小浜心こ音こちゃんペアなので見てほしいです。 アイコッコかな。アイコッコか、アイココ。アイコッコ、アイココがいいかな。ヒヨコッコ <laughs> かわいい。かわいい。天才だ、ヒヨコッコ。ロッテ勝ったマリホーイエーイ、みんな、マリホー。おめでとう、パチパチパチ,パチ、パチ,パチ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 。そうだよ、多分ね、ファンミーティングで私は妹感出していけないです。 17期研究生のみんなとうと結構でもやっぱりその甘えられる人がやっぱり年齢が上だったりとかマサイちゃんとかそララとか結構甘えちゃうんですけどホテちゃんとかもなんか同い年じゃないもん絶対あの赤ちゃんは可愛すぎるので多分年下で橋本えり子ちゃんはもうなんかまず ギャグが高いでしょスタイルいいでしょ色白いでしょなんか髪の毛もちょっと茶色っぽくてサラサラだしあのー、足は臭いけど <laughs> 足は臭いけど彼女にしたいなんか条件がもう揃ってるじゃないですかそうだからエリちゃんも悩んだんですけどやっぱりなんかエリちゃん妹色が強くて私の中でそうだから 可愛い全部かわいい足が臭くてもかわいいです <laughs> 自分の足をこうやって匂い嗅ぐのはやめてほしいですでも次のんちゃんのんちゃんはもう本当になんか14歳じゃない精神年齢がでもやっぱり初日公演の時にのんちゃんたくさん泣いてたんですけど なんかその頑張りをたくさん見てきたからその涙を流しててもなんて言うんですか「今泣くとこじゃないよ」とか「もうちょっとで始まるから泣かないで」とか言えないし言わないし <laughs>「もう頑張ったねよく頑張ったね」ってすごい言いたくなっちゃうしそれほど頑張ってきたのんちゃん、まあ本当に頑張り屋さんで偉いからなんか。 これからものんちゃんを育成していく私は <laughs> のんちゃんとココ育成ゲームしてる本当にかわいいのんちゃんは素直に言ったところを聞くし自分で発言もできるしうんなんかすごい真面目ないい子ですのんちゃん育成したいのんちゃん育成したい <laughs> のんちゃん育成計画 次何あのごじおんじゅん誰だ待って順番合ってた待って <laughs> 次が思い出せないんだけど行きねえかなひらはぁひ 畑山だかから平田なそうなんで平田たきを彼女にしたいかっていうとなんかやっぱりちょっとツンデレでなんかちょっと猫っぽいからなんかちょっかい出しても何「何何?」とか言うんですけどでもなんかほっとくと結構、ね「愛ちゃん」みたいな <laughs> したりとかして。 そう嬉しいのそれが可愛くて仕方ないしなんかやっぱり女の子の憧れが平らたには詰まっているひらたはあ、ひふへほていほていもかほていもかは私の赤ちゃん 赤ちゃんというかもうペットワンちゃんみたいなアニマルセラピーホテちゃんから感じられるもんだって私感じますもうホテちゃんの可愛さを存分に感じてる本当に可愛い何してても可愛いあの公演中に見合わせるふりとかがそうだるい感じでホテちゃんと見合わせるところがあるんですけど かわいくて仕方なくてそうなんか本番だと表情管理できてたけど練習中とかかわいくてうんかいね <laughs> ってなっちゃうおてちゃんマサイマユちゃんは私のお姉ちゃんです もう何をしても何どこにいても私のお姉ちゃんでいてくださいって感じ。まさるは私と一緒にふざけて遊んでくれたりとかするし私がなんか落ちてる気分が落ちてる時とかにもすごい励ましてくれたりとかそばにいてくれる存在なので無理もう話せない マサイ眉を離さないあちゃんと眉のペア名前決めてほしいです <laughs> なんかお笑い芸人さんみたいな名前がいい名前がいいですマサルは離さないね、サンズちゃん可愛いよねなんか私を見てるようですごいなんか 微笑ましかった。自分。もこんなんだったなと思って。しみじみと。<laughs> ほぼ佐藤正美みたいなもんです。もう。あかさたま、は、あかさ。あかさたなはま。水島。みゆ。 ミユはもうカマチョめっちゃカマチョです可愛い,いそこが私は大好きもうヒアラちゃんもそうなんですけど相手しないとワンちゃんみたいになんか「うん」みたいな「コン」って感じで可愛いですだからなんか逆にほっといちゃう感じはするちょっと S, S じゃないけど <laughs> なんかいじめたくなっちゃうからなんか泉は。 私から結構抱きつきに行ってもすごい強さで抱きつき返してくれるギャップでしょクールに見えるのにかまっちょ最後は私のお嫁さん山崎そらちゃんです 何教えても可愛い可愛愛いい大天才です本当になんかね私がこないだのいいな研究所で泣きそうになった時にい一番に多分気づいてくれたのがソララで <laughs> なんかすごい「大丈夫だよ?」みたいな <laughs> 感じでちょっとずつやってくれててなんかそのおかげですぐ泣かないで済んだっていうか。 我慢自分でも我慢してたんですけどやっぱり涙がこぼれちゃうというかこぼれてきちゃった時にそうソララが気づいてくれてまあでもソララがなんか眠いなって眠そうだなとかあ泣きそうだなとか <laughs> 私も結構分かったりするのでなんかお互いに分かり合ってるのかなって思ってます。 うんからレッスン中とかにもなんか空らがなんか戸惑ってるなとか結構感じるのでなんか嬉しい嬉しいですなんか通じ合ってる通じ合ってるじゃない <laughs> <laughs> はい嬉しいです終わったいい変身しちゃうんだよね もうなんかソララだけじゃなくて十七期研究生みんな何なんか意心変身すぐしちゃう。あいちゃんの好きな化粧品ブランド化粧品ブランドでも最近はなんか。 みんなサラダとかユキネとかあとキイちゃんとか多分いろんな方が使ってると思うんですけどロムアンドの,あのアイシャドウパレットが欲しいというか頑張って買いたいっていう気持ちなんか好きなブランドこれっていうのはないんですけどロムアンドのやつが欲しいなって思ってます よく着る服のブランドナイスクラップとかあと最近あのキアラちゃんのツイッターで多分上がってたと思うんですけど茶色のパフスリーブパフスリーブの服が「オリーブでオリーブ」で買ったんですけどもう可愛くて何日何,何日何回も着ちゃう可愛くて。 今日のファッションは、キャラちゃんのお下がりなんだ。見えなかったでしょそう。で、もあと。この服は、私のお気に入りで。おさらいなん、おそれじゃない <laughs>。あの、お下がりなんですけど。ずっとちっちゃい時に、キャラちゃんが着てて。 たたいなって思ってて思らあの貸してくれてます貸してくれてるっていうかお下がりというかもうキャラちゃんがもう年齢が高くなったからって言ってましたもう10分だもうちょっといけるかなピューロランド私大好きでちっちゃい時に。 あのお兄ちゃんとお父さんが野球に行ってて女子3人ママとキアラちゃんと私でサニオピューロランドに行ったことがあってそれが結構思い出に残っててあとおばあちゃんとお母さんと私でキアラちゃんが何か多分お仕事かなんかがあっていなかった時もあったんですけど結構行ってましたね。 でちっちゃいのを買ってもらったりして、なくさない、大丈夫って言われてたんですけど。結構大切にとってた記憶があります。うん。何県にあるのかはわかりません。今たどり着けないと思う、私。なんでプリンくん好きなの?。え、お尻、お尻が可愛いから <laughs>。 お尻も可愛いし、やっぱりあとはなんだろうな、優しいところも好きです。でも食いしんぼ私ね、可愛い。え？川崎市？東京都なの？嘘 <laughs>。なんかもうちょっと遠いと思ってた。多摩市。 神奈川県？多摩市ってどこだ？こんばんは。もう一回。誰かに連れてってもらって、連れてってください三人様に。 夜すぐに寝られるように心がけていることはありますかえー、でも毎日ストレッチとむくみ取りをしていてなんか最近それをしないとすっきりして寝れなくていくら遅くてもいくら月の日が朝早くてもやります。なななんかかもうう習慣にっっちゃったとといいそれをやらないと 気が済まない感じです。アちゃんにとってこの夏一番の思い出やっぱり M.V. 撮影ですね。あとはもう本当に十七期研究生のみんなで初日を迎えられた。まあ夏休みじゃないんですけど迎えられたことがすごく嬉しかったし。 ナッツフェイスもたくさん出させていただいたしなんかアイドル1年目の夏休み <laughs> だったからすごい充実してたなって思うし恵まれてるのでなんかもっと頑張って多分ね研究生じゃなくなったら17期で活動することも少なくなっちゃうと思うので。 まだ昇格するとかそういう話じゃなくてなんか17期研究生のみんなとの時間をやっぱり大切にしたいなってすごい思いますパチパチありがとうたくさん公演出たいです。 ななんでで体育座りで寝ちゃったのなんかお母さんとなんか真剣な話をしててでなんかその時になんか怒られてたわけじゃないけど体育座りしてそのままお母さんもなんか寝ちゃって私もそのまま寝ちゃったって感じねでもね多分みんな気づいてないんだよ家族のみんな私が体操座りで寝てたこと絶対気づいてない アちゃんとまたドボン対戦したいなやろうね時間を合わせてやろうね私ツボ浅いよねアちゃんツボ浅いよねだってえ浅い <laughs> こないだも言ってたよね浅い浅い浅い,浅いかもしれないやっぱりね お父さんが結構お笑い好きだしお母さんもお母さんも好きだしお家でお笑い番組か野球番組か音楽番組か <laughs> やっぱりね家族の好きなものって好きになるもんですよねなんか。 浅い方が可愛い。とお姉ちがえ廃止されてるのえ姉ちゃ引き笑いです私も引き笑いです実はのしてるだけとう <laughs> ことのおと私と、まあ、お姉ちゃんとのお姉ちゃんとのお姉ちゃんとの キャラちゃんとの取材のが終わった後にまに、あ、たまたまソララがいいなかイーナ研究所のパスのサインを書いててその空き時間に3人でご飯っていうかパン屋さんに行ったんですけどその時にもう <laughs> ソララと私がもう引き笑いすぎてダメだったよねもう歩いててもさすごいうるさいの。 反省してくださいって感じですよね <laughs>。反省もっと反省してくださいって感じ。お話し会取ろうか迷ってます。どうしたら覚えてもらえますか。ええなんだろう。えでも結構名前覚える。 ようにはしてるので来てくれたら覚えます <laughs> お話し会お話し会ってでも初めてだとね緊張するしどうやって頼むとかさ不安とかいろいろありますよねだってうん5,000人いけるかなだってえっ頑張ろう <laughs> あと12分しかないけど。再販したら申し込むよ。ありがとね。記憶力。ああ、記憶力。あ、名札いいですよって教えてくださってます。確かに名札いいですね。うん、確かに名札いいかも。あとは、やっぱり個性的な人は目立つと思います。なんか <laughs>。ね。三三 ね、いろんな人がいるから私もなんかお話し会に来てもらってなんかもう本当に個性皆さんも個性がたくさんあってなんか楽しいですもん。一人一人次はどんな人来るのかなとかまた来てくれたとかっていう気持ちでいるのでなんかお話し会はもう本当にあっという間ショールームもあっという間だってあと10分しかない自分個性ないって言ってる人は結構ありますよ <laughs> おとなしい全然おとなしくないじゃんいやゆなちゃんは嘘です <laughs> 私の覚えてますマジで本当に個性が皆無あのユニホームが着てる夏のアイスさんはもう個性が皆無とか言わないでください <laughs>。 あとはショールームやっぱり来てくださってる方は大体覚えてます今コメントしてくださってる方とか本当に覚えてます結構「無個性」って言ってる人は本当に覚えてるし個性ある側の人間なのでやめてください <laughs> 言わないでくださいほんまです 自分は個性あるとか言っちゃう合ってます合ってます <laughs> <laughs> あいちゃんあいちゃんあいちゃんなんですか <laughs> ね本当に個性がみんな個性があります本当に私だから楽しいです楽しみなんだよねめっちゃ次おをなんかすごい久しぶりですよね九月二十四日 ユニフォームやめないで私今度ユニホーム着ようかなって思ってるのにハドシーズン 2? すごい楽しみ今エントリー中だよ嘘本当なん何のお話し会嘘もう24日たってるよありがとう うわ、あと九分しかないよ。あと一個くらい、あと二個くらいいけるかな。なんか海外のコメント。してくださってる方、翻訳して調べたので、ありがとうございます。 一番得意な曲じゃあただいまね愛中公園の一番得意な曲を話して終わりにしようかな得意な曲なんだろうなんだと思いますフォローしましたありがとう ね、愛中公演の一番得意な曲何だと思いますかでもなんか結構分かれるかなって思うなんか7時12分とか分かれるかなかっこいい系かわいい系ああ君が教えてくれためっちゃ好きですでもかっこいい系かわいい系で言われるとかわいい あーでもかっこいいうん可愛い,い系かな7時12分 <laughs> そうですね7時12分もう好きですね軽蔑していた愛情はもう心もうなんかまっさるとよく本番前にやってるのは 私は何とか私は何とかって結構インプットさせてやってる <laughs> フェイントフェイントはもうちょっとちょっともうちょっとちょっと頑張りたいですね結構まだまだ完成に至ってない春がやってくるまでや,や,りやってみたいな だるい感じの入場シーン <laughs>。確かに。あれさあ、まさる。たンちゃんがにおいきから。くれて、だるそうに出てくるのをやりたい、私。そうですね。やっぱり七時十二分かな。あとは。うん、軽蔑。も。 得意な方ではあるのかなああと制服制服が邪魔をするは好き得意というか好きですユニット要素当たってたすごくない全員ではないよね私ってことこんばんは 早く見たい。ありがとう。見に来て。愛ちゃんは当たった。すごい。九、六人当たった。ほぼ当たってるね。なんか一曲当たったって感じなのかな。 いけそうもうちょっと頑張ってみようかな <laughs> 1分過ぎたから31分まではやるつもりでしたあーそうだなんて素敵な世界に生まれたのだろうの長台詞ふあったじゃないですか。 あれ本当に心を込めて言いたいのに緊張じゃないですなんか覚えたのをなんか文をそのままグーンって頭の中に入れたから <laughs> ブーンって出ちゃうんですよ文がだからもうちょっと頑張っていきたいなんか本当にすごくいいコメント どうこうだあのくださってるのでなんかちゃんと言いたいのに言えない自分がごめんなさい悲しいダジャレ <laughs>、うん、もうちょっと頑張ります私こんばんは 泣いてないし。頑張ります。そのうちなれるよ。ありがとう。頑張るね。頑張ってな、ね、いじゃん。初日だから、これからだよ。ありがとう。愛ちゃん大好き。ありがとう。 みんなありがとう。五千人いった。どんな愛ちゃんも大好き。ありがとう。みんなも大好きだよ。<laughs> マリーンズファン。愛ちゃんラブありがとう。もうちょい。<laughs> みんな気づいてくれた。 ハートがこんなにも上手になったよ。突如のスクショタイム。何千行った？ハート何種類ぐらいできますか？一、二、三、四。 五、六、<laughs> どこまでやったっけ？七、<laughs> きゃあ！おせに行った。やったー。ありがとう。あって、待って、これ一二。 三、四、五、六。七。<laughs> え、あとね、もう一個あったはず。わーい。パチパチ、ありがとう。ありがとう。<laughs> 苦しい。 あいちゃん好きな気持ちをセーブできる方法はありませんお嬢様、ま、間もなくですありがとうございますありがとうじゃあスクショタイム若干若干して少しだけしてみんな次エリちゃんに回したいと思います <laughs> あとは、 <laughs> 見えてんのこれこれはやったくクマさんポーズ ありがとうございます。えりちゃんポーズ。ん、これほてちゃん。これ一。ほてちゃん。ランキングどうぞ。はーい。ありがとうございます。ね、待って、あと六十四万七千三百八十七ポイント。すごくない?。みんなありがとう。ありがとうね。 13位13位天パさんありがとうございます12位京都正広さんありがとうございます11位ケセティンさんありがとうございます10位ワイプさんファンミジュん ?2 部いきますありがとうございます待ってます9位のどかアイリスさん ありがとうございます。アイリス、八くまさんありがとうございます。七位ゼロさんありがとうございます。六位リリちゃんアイリスありがとうございます。五位かみゆさんかっこするめ <laughs> ありがとうございます。次四位。 ひろあきアイリスさんありがとうございますおにぎりの上にキリミちゃんが乗っかってる多い次三位ユラちゃんありがとうございます次にターさんありがとうございます1位マークアイリスさんありがとうございますわー おそして5132名の皆様ありがとうございましたありがとうございます愛ちゃん今日もありがとう皆さんも今日もありがとうございましたありがとうございました <laughs> 深いお辞儀 1234もう173 5105173人の皆さんありがとうございました楽しかったですまた次いつできるかわかんないんですけどできるとき絶対やるのでお願いしますサイケアねー <laughs> じゃあ次の配信も見てくださいね行きますよじゃんけんぽん あまたねみんな負けた負けた報告待ってるね <laughs> 勝った皆さんありがとうございます負けた報告の皆さん私が慰めましょう <laughs> おやすみありがとうねみんな体調に気をつけて頑張りましょうバイバイ